うわっ、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 あいたまあどこが悪くなっても、体さえ動くところがあればできるんだけど、システム東京の北川です。はい、今回ずっとコラボしたかったかと先生ようやく今日お会いできました。ちょっと今体調がねバタバタしてて見たいんですけどね、エレベーターの関係で本当だということで、こちら那須子先生です。はい、お願いします。こんにちは。そこで中国武術那須子先生こと那須子先生です。今は紅健先生に発狂犬を教えております。へぇ、はい、知れています。クレナさん、はい、たまにこう来てくださった時に技をかけたりとかいろいろ教えてくださって、うん、実体験させてもらって学ばさせてもらいます。普段はオンラインなんで、うん、愛知も岡崎もいらっしゃるんで、オンラインで見てもらって技を直接やった時に確認させてもらいます。まあ、どうするやつ。そうですね、ちょっとだけ、はい、はい、よいしょ、小林です。はい、そして、はい、アイちゃん、お願いします。はい、小林さん、そうすごかったね。ありがとうございます。経典アイジ初挑戦ということで、うん、きっかけをね、あの北川先生が作ったっていう、ね、あの串カツ田中で、それが、うん、出ちゃうなよ、ジャニー北川でね本当に出ちゃった、ね、はい、本当にもう2人から言われたら出るしかないですから、うん、まあ、そうですね、楽しかったっす。あ、もう久しぶりのボクシングで、うん、どうにか勝つこともできてありがとうございます。しかも棒重量まで行っちゃったね、構えないね。僕はその力には本当に勇気が出ていると思っていて、やっぱり、ね、なんか事故とか病気とかで障害というか、また事故症を持っている可能性は誰だってあるわけじゃないですか。で、そうなってからでも諦めに戦うことができるということは、まあ、ただもう武術だけじゃなくて、一回でもそうじゃないですか。確かに、そうですよね。だから、すごい、二人の存在に僕自身、嬉しい、嬉しいです。いや本当に。どういう障害というか、足が膝の上からがない。だから膝は全くないんで、もう自由がない。ちょっと義足なんですけど、まあこういう感じで義足なんですけど、もう本当にもう座るか立つかっていうぐらいな感じで。5年前か、糖尿病になって、はい、うん、その時はもうここまで壊死しとるから切りなさいってことで、今まではこう薬飲んどけも、バファリンぐらいで治ったんですけど、その時はもう我慢の限界らしくて倒れちゃってますので、自分はまだ大丈夫かなって思うんですけど、うちの先生曰く、兄弟子曰く、稽古もしすぎだから、耐えすぎちゃって、こう、鈍感になってったら、もうちょっと悪くなったら病院行きなさいって言われて、あ、そうなんだと思いながら、ってな感じです。5年前、結構最近ですよね。そうですね、で、入院が約1年で、リハビリもあって、最近は最近なんですね。はい、結構その前から、グリッジをやられてたんですよね。僕はもう10歳から。10歳から、はい、中国の、先生について15年毎日中国武術で習ってました。で、一応正式ですと廃止室って言って廃止室としてちゃんと内弟子にもなってます。はい、内弟子なんで、それで八極拳ですか。はい、はい、八極拳ですね。はい、それがメイン。僕ちの先生は、生まれが山東省で、はい、東方圏のメッカっていうか、はい、でそこで東方圏を習って、で、まあ、ある方が、八極拳やられてる方が、山東省に来て、で、一応先生が八極をこう習わないかって、いうことで言われて、それで中国の、長州に行って、はい、八極拳を習ってた。あ、もう本番ですよ。
本場ですね。切実性があると思うんですよ。はい、ありますね。はい、で、うちの先生はその来られてきた人も軍人だったので、はい、うちの先生も軍人になったっていう感じで。理想軍系になるんですか。そうですね、あの皇帝さんを 守ってたっていう、はい、ラストエンペラーの皇帝さんの支援タイプだった方の結構ありますね。すごいな。いえいえ、すごい。で、ずっと学ばれてた。そうですね。で、まあいろいろ中国で、うん、まあごたごたがあって、うん、で、奥さんが日本人に結婚したん で、うん、で日本に来て、まあ練習相手いないかなっていう感じで始めたのがきっかけで、僕も公園でちょっと見てて、まあ最初この人の体が弱かったから、だからあもうずっと見とったらもう一緒にやらないって感じで、まあ一応先生は教室とか開くってあれじゃなくて、ただ練習相手が欲しいっていうだけで、もうそんな感じで習ってました。それが10歳の時10歳の時ですね。で25までやってました。教室を開いたんですけど、はい、自分の考えだったものと、うん、もう世間がこう皆さんがこう考えがかけ離れてたので、うん、だから一時期離れてたんですけども、うん、あの病院で暇だからツイッター見て、うん、で、あ、じゃあ僕ももうねこういう方だったから伝えないといけないかなと思って始めたのがね。そうなんですか。はい。で、最近は会を始めて、4月から正式に始めて。あ、そうなんですか。そうですね。今年の今年の。で、毎週日曜日に、愛知県の岡崎で放送をやるようにしてます。うん、はい、その、足切除、はい、除した直後っていうのは、はい、それまでやってたことが全部できなくなるんじゃないかっていう心理ではなかったんですか。いや、うちは先生も、まあ、どこかが悪くなっても、もう体さえ動くところがあればできるんだよって。で、武術やることでこう自信がついて、うん、気持ちにも余裕ができるから、うん、ね、うん、やっといた方がいいよって言われたので、ちょっとそれを実践してる。まさに実践でしょ。そうですよね。だからこう中国武術のその、なんていうのかな、体の使い方とか、うん、そういうのも、足切ってからでも使えてやってるかなっていう。すごい。小林君もそうだもんね。ボクシングそうですね、僕は17年前にボクシングをやっていて、まあ、プロテストを直前にリング上で倒れて。リング上で倒れたんだったんですよ。ただスパーリングしてるわけじゃなくて、その1週間後に倒れていて、原因が何だか分かんないって言われたんですけど、まあ、おそらくなんか打撃かなんかかねみたいな感じで、まあ、その当時は右半身が感覚が全くなくて、ベッドと自分の体の境目もつかなくて、で意識もなくてっていうような状態で、はい、いや絶望でした。僕の病院でもやっぱりね、足の膝下は多いですけど、膝上っていうと、もうみんな寝たきりなのかっていう感じの人が多くて、でも僕はもうそういうのはね、好きだったので、もうね、やりたくてやりたいから、足の強さが、ね、中国武術でやってたから、ちょっとだけ本人が言ってないで補足させてもらっていいですか。はい、痛みをですね、気で消してたんですよ。そんなことなんですよ。だからここまで意識しちゃったんですよ。ここまで意識してたんですよ。絶対痛いのに、あの気というか、まあ、精の部分ですね、精神の強化で痛みを消しちゃってたんで、だからここまで来て大阪でね、そうです、緊急入院で行った俺っていうお話になっちゃったんです。だいぶ前から痛かったんですか。痛いは痛いけど、バファリン飲めば治るぐらいの。治らないですよ。いやいや、あの切るほど痛いんですから。あれ指一本するだけで相当痛いはずですよ。そうなんですか。そうですか。いや、武術館あるあるですよね。でも骨ぐらいこれぐらいっていうかね。あのこの間、あの、颯さんにコラボした時に肩ここやられたんですけど、
時のはすっきり高かった。折れてたんじゃない？折れてたんじゃない？あれももう、ほら、青技がね、でもここだったんですよ、痛いの。降りたんですよ、青技が。動くよね、そう、動く。これもあるあるです。で、17歳の友達が、フルコミ空手の道場をなさってる方で、いたので、もうフルコミの方とかもバチバチやって、はい、もうなんていうの、こう痛みがこう快感に変わるっていうそこでやってる、いろいろぶっ壊れちゃってる、そうそうそう、ぶっ壊れてた。ちょっといろいろ考えさせられる強さについてね。だからもうシステムの癒しっていうのがすごい興味ある。痛いの大事だよみんな、うん、そう、ほんとほんとそう、痛みが生きてる証拠ですからね。痛い自分も認めよう。あ、大丈夫でしょう。じゃあ、杖を使ってスピードを上げるっていうのを、あの1、2、3っていうのを、これを意識を使って、こういう感じで。これ3。意識なの？そうですね。呼吸で、あの、は、こう短く、もうこれを普通の呼吸で意識だけでふんふんふんっていう一呼吸でさ、はい、だからこういう感じでさ、はい、できます。はい、そう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 、で、その時に1、2、3にしないと意識が分散されちゃうんで、一個一個こうふんふんふんってこう気持ちを意識してパッて感じで、おいよこういう感じでパッて感じで、おいよこういう感じで、やるわ。見えないね。見えないし、それはもう呼吸を意識するってことですか。意識の上にそれがあるとよく言って、多分呼吸は普通なんですよ。だけど意識だけはこう動いてるっていう中で、使い方としては、はい、まあ、ケンさんが入ってこういう、あ、ごめんなさい、こういう感じで、で、こうで、こうで、うわっ、うわっ、うわっ、もう2発目当たってんですよ。2発目当たってんですよ。しんさん、ボロ入ってます。いや、そう、入ってますよ。反応できてる。もう、ここが来てると思ったら、まあ、さらに、こっちに来てる。そんなぐらいです。こう、触るっていうことは、もう、ここにもう、じゃあ、逆に言えばいい。ここにも、あの、意識をこっちに移してる。ちょっと押してるんですね。だから、反応がちょっとする。だから、ここで、うおこれ何か？他には、丹田を下げるっていう。丹田を下げる。そうですね。こういう感じで。何か触り方いいですか？そうです。はい。自然にしてるんですけど。こんな感じで。システム丹田っていう概念なのね。ないね。おお。で、重い、重い、上げてもらう。おう、もう一瞬で上がった。へぇー。あ、歩いてもらう。あ、上になった。上になった。意識で僕が立つときか、下がるときは使って。あー。ちょっと止まっていいですか？はい。右でもいいですか？あ、全然だ。右が巻き足なんだろう。走ってる方って右です。右は常に重いんですよ。あ、下がるんだね。常に下がって右半身だけ上げるって。そうなんです。そしたら上げます。おごってる、おごってる、おごってる。なんか変な感じする。上がってる、上がってる。バランスが逆にバランス取れない感じする。逆にちょっと上片方だからね。すごい。両方とも上げればあれか。あ、じゃあ普通に上げればいい。普通に両方ちょっと片方だけ今度は。面白い。姿勢制御なんですね。
生成器を変えちゃうの、ね、これで、あ、これで、はい、全然自然になってる、これは、これは、これはできたり、これ全然、はい、面白い、意識ってか気持ちの変化があったりよって、かなりスピードも色も、もし、こう、那須子先生こうやって、はい、コラーって手を掴んでたらどうなってますか、お、すごい、でここで、あの、壺とか、こういうとこで押すんですよ、こういう感じで、ここで、関節を取り出す、お、さらにで、親指を、うわぁで、本当はここでしながら足かけながら投げたい、関節の投げみたいな、やられてですよね、あの、すごい遠慮されてますあのね、あ、これ俺やられるやつやって思ってましたよ、ケンさんが欲しいね、レポートレポート、はい、あ、すいません、大丈夫ですか、うっかっガーッまたじゃあじゃあエンさん、じゃあちょっと決まってんじゃん、わかるよね、いやいやいや、ちょちょちょ、わかるでしょね、えわかるよね、ちょっといいっすか、マジでそっちか、ほら、ほらあごめんなさい、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 小林さん、欲しがるからなんで僕は欲しがったんでしょう欲しがるから固まっちゃうんですね、動けないんだ、あ、だから意識がここに行ってるから他のところやられちゃうとわけわかんなくて、試合より肘が痛いどういうことやね、別パターンで、そんな感じで別パターン、別パターン、あの、蹴りますよ、あい、はい、ね、今ね、これまだつけてからあれなんですけど、今わかります、ごめんなさい、ごめん、全然見えなかった、もう一回、もう一回、ちょっとちょっと、じゃあ俺外しますから、それだけ、あの、待ってて、蹴りがね、重くなってその方が、あの、うちの師匠の凄さがわかるんで、偉いな、偉いな、男だね、行、うん、きますよ、はい、あ、こう、あ、こう、うわ音がえぐい、わかります、これね、すねのここじゃないんすよ、くるって、こっちに体が持ってここに入るんですよ、はぁ、ちょっと早く、早く、早くもいいですか、最近みんな欲しがるから、できんわ、ローキックとかできんじゃん、わざわざ、例えばでもすごいですね、ここが動かないんすよ、動かないんすよ、ここ行きました、あ、あ、怖い怖い怖い、怖い、ちょっと待っていや、多分あ、逆にね、あ、怖い今、あ、そっか、分かった、危険を察知してるんだそう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 、あの、このまま行ったらここに当たるからこう下げちゃう、怖いっすよ、壊れるのが分かっちゃう、いい子見るの、あ、怖い、ほらちょっと、ちょっとビビりじゃないですか、ビビりですね、そうですね、すごいですね、すごい安定してる、すごい安定してますね、ほら、ちょっと押す、しかもほら、ちょっと体重かけてるわけじゃないから、そうですね、はい、これは俺知らないですね、そうですね、全然頑張ってない、ケイさんと言うのが全然頑張ってない、いや、なんかこれ、今この縦じゃなくてこう突き出してるんですよ、そうですね、そうです、だからここにガツンってこうはまるんですよ、でしかもこれ車椅子の上じゃない、そうなんだ、はい、もっとグラグラしてるんですよ、ね、全然回んないです、 あと気づいてました、シルエットここ蹴ってんですよ本当は、あ、マジで、あ、ケースなんですけど、そう、あー、そうなんですね、見てなかった、蹴りってだって靴がメインなんで、あー、ちょっと、あー、こう、擦る感じなんですよ、擦るんだ、あ、いってっあ、これは食らいたいと思いますよ、すごい、あの、いや、ナシコ先生、遠慮しない方がいいです、遠慮しない方がいいです、大丈夫です、ナマ先生ですか、すごい、わぁ痛いですよね、持ってかれるんですよ、持ってかれるんですよ、そうそう、切るんですか、え、やだやだ、これ俺なの、取りつやったよ、いやいできるぐらい、
これもう全部ハマるになっちゃってる。そうですね、もうだいたい口動物は靴を踏みの状態。そうか、車椅子も行けばさ、だからあのあと皮を使って使ったりとか何かを発しているの。頑張りたいんだよ。ギャーッ出た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 。いやこれは食らってみていただいてます。これ変ね。つまむやつ。またまたまた、うちの兵器は強いからな。あいたこれね、我慢できるとかできないじゃないのよ。あーおーおーおー折れてるから折れてるこっち側だけ。いやバカじゃない師匠に何を。いやあのね、これ我慢できるできないじゃないのよ、皮膚だから。これで、ね、これで、ね、こうやって揺するんですよ。ダメよ、そんなことしたらダメ。掴むのとどう違うの。いやなんかね、こう指先がね強いんだよね。へぇ、そうですね。あのトロケンだとあの3本指でこう点立ってするので、だいたいこうね、あの指鍛えて、そうか、こうこのね、普通に引っ張られるよりは大丈夫なんだけど、うんうんうん、本当に爪が引っ張るやつね。へぇ、鋭利なんだ。鋭利なんだ。へぇ、そうですね、北川先生ほら、ね、こうやるじゃないですか、うん、そちょっと似てるんだけど、違うんですよ、違うんですよ、もう切るよ、強いんだ。あー、そっか、これが強いんだ。くばっていったら、こういう感じでね、掴むんですよ。あー、ピターッと折れるんですね、先生の手がね。そうですね、ピターッと。それでここで、こうやって、こうやって、こうやって。あー、あーみんな楽しそう。見て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 、これほら。みんないっぱい笑ってくれてる。スピード落ちてないんですよ。伸びてるわけじゃないんだ。そう。それなのに来るんすよ。へぇ、やばいね。恐るべき美術家ということが分かってきた。いえ、うちの師匠ですから。すみません。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。はい。ありがとうございました。はい。本当勇気もらってますので。あ、そうですか、こちらこそ勇気をもらって、つい皆さんから。はい、それで皆さん、岡崎に行ったら、なんていう会ですか、会の名前。中部議会って言って、中国武術、技術、伝習会っていう。あーはーはい、今年の4月から、毎週日曜日やってますんで、よかったら。あの概要欄に連絡先というのはツイッターになります。そうですね、ツイッターの方の、はい、あの会のアカウントがありますので、はい、そちらの方へ来てもらったら、あといますので、ぜひ、はい、ありがとうございます。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。蜘蛛の巣にかかって食われちまったんだよ、お前は。搾取されるぐらいの弱い生き物だったってだけだ。これは奥の石だ。